浅いよね。ダメだね、白い T シャツ着たらね。今夜借用書持っていきます。ちょっと待って、ゆっこちゃん、コロナ中なんだけど。ナイスした、ありがとう。ほらこうなる。ちょっと待って待って、一流の配信者だから、うまくやるから大丈夫。リスナーやめる。じゃあ NG 入れていい。もうさよならするか。まだ何の決断もしてないのに。したらやりとりも全て見れないけど、いい君、先走ってるけど答えな。何も決断してないけど48号だっけ、答えな。だってゆっこ大嫌いだから、今貸すも貸さないまだ決定してないで、あの子かな。48号、偶然投げてみ、この怒りっぷりは。とりあえず25日ですね、こんな集まりがあります。リスナーさん、900ナイスありがとうございます。900ナイス。なんとですね、ふわっち、ふわっち大賞2022写真集撮影詳細のご案内ね。01アット、リスナーの笑顔を守りたい様ですね。こちらの撮影会があるんで、1月25日水曜日。で、これ行ってきますよ。で、なんとね、結構女配信者が来そう。で、ウイタンとか多分来ると思うで。ウイタンとか。あの大物どころだと、でウイタンとご飯でもね、リナネコ、リリタンも行く。リリタン誰、リリタン、ヒデミも来るの。ヒデミも来るのか。あ、セイジも来たらちょっとすごいとなっちゃうね、それね。で、なんつったって2022ふわち大賞って俺3冠取ってるんだよ。でしょ、俺ね、あの配信終わった画面そうなってるっしょ。まあ目立つよね多分。3冠だよ。それでなんか写真集みたいなしょぼかったらおかしいで。みんな応援しがいがないよね。という感じで、ちょっとゆっこちゃん、ちょっとお金の依頼の件ちょっと聞いてみるか。まあ11万円でしょう。もしもし。ちょっと改めまして、はい、あ、とりあえずおはようございます。うちのリスナーさんもいるんでね。リスナーさんもおはようございます。ちょっと朝からすいません、気分悪いってしまってちょっと時系列と、時系列と経緯とね、まあ、はい、ちょっと聞かせてもらっていいですか。はい。ですね、携帯の方を決済払いにして、あの2ヶ月前ですかね、使ってしまいまして。それで満額使ってしまったので、それプラス、携帯代で11万円の請求が来てしまいまして。携帯で課金でってこと？そうですね。それ、ね、誰かに爆投げしたってこと？そうですね。それで誰に爆投げしたんですか？あ、誰っていうのはちょっと言えないんですけど。言えないんだ。男配信者ですか？いや、女の子です。女の子？はい。女の子に爆投げしたの？はい、無名の感じの子なんですけど。無名って言えばバレないからと。また嘘つこうとしてる君。あ、嘘はつかないです。じゃあ何、その子に確認したら本当に投げてるの？じゃあ、で言えないなら LINE で言って。嘘だったら言えないよね。嘘だったら認めない。今甘くないで、そんな。いや、LINE で言います。
で、その子に確認したらいいの？じゃあ俺が。手投げてないって言ってたら嘘だからね、じゃあ。うん。投げてないとは言わないはずですけど、でもその子に連絡を取るのは、その子の LINE が知らないんで。枠に行くよ、俺直接。その子の枠に。ああ。うん。ゆいこちゃんにアイテムどれぐらい投げてもらったのって聞くよ。ああ。うん。それでいいでしょ？はい。はい。うん。いくらぐらい投げたの？いや、ちょっと覚えてないんですけど、10万ぐらい、うん、俺はね、あの携帯決算で上限10万にしてるから。私もそうなったんですけど、もうそれをゼロにしようと思ってます。ああ、ゼロにね。はい、うん、だから10万ぐらい課金したってことでしょ多分。 あと洋服を買ってしまったりとか。あ、携帯のなんか決算で、決済払いでお水とか買っちゃったんだ。そうなんですよ。それで今日、うん、下の毛も剃って。何？下の毛も剃って。いや、ちょっとそれは聞いてないんですけど、すいません。あ、違う、あの面接行くのに。いや、まあ、それは聞きたくないですけど。あ、すいません。それで面接行って、それはそれで、うん、なんだろう、副業としてはい、やりつつ、ただ障害年金が2月の15日に入るので、16日にお返しにお家に伺おうかなと、うん、それか振り込みさせていただきたいかなと思ってるんですね。うん、で、今日の夜借用書をポストの中に入れさせてもらおうと思って、なんとか貸していただけないでしょうか。なるほどね。はい。そんな困ってるんだ。はい。で、携帯が止まってしまうとナビも使えないので、あの運送の方の仕事も依頼も受けられなくなってしまって。でもゆこちゃんってもうお金借り癖がついてるよね、はい、すごく。うん、ちょっとついてしまいました。これから直すとかできるの？それできます。あの課金額をゼロにすればいいだけのことなんで。いや、人にまた借りちゃうんじゃない？いや、もう借りません。もう絶対嫌だ。こんな、前も言ってなかった、あれ坊主の時に。あれはお金の件じゃないです。うん、あれはストーカーとかいろいろ男の人にあのあれしたりとか、あと男の人のことを忘れるための剃る、うん、でも男の人となんかそんなことしながらリスナーにお金借りながら男とデートしてるんでしょ？してませんでしたよ。21歳とデートもそうじゃない？ああ、それは、うん、まあ借りてて、ただその人には返す期日がちゃんと決まってるので、全部でいくら借金あるの今？全部で？うん、正直に言いな。うん、正直に言うと、4月にその女の子に返すのは、女の子ってヤホちゃんじゃないよね。違います。うん、何？女の子に返すのは、うん、4月、うん、また年金が入るので。年金？障害年金。ああ、それで15万返すんです。あ、その人に15万借りてるの？はい。うん、その人にも借用書を送ってあげないとね。あ、そうですね、はい。うん、あとは一応全部で個人情報は送ってはあるんですけど、うん、その人だけ、うん、15万円だけ借金だけです。その人だけです。その人に借りてしまいました。はい。じゃあまずちょっと仕事しないとね。そうなんです。で、今日面接行った時にまず、はい、まだ多分やれることあって、はい、あのその面接でその風俗で相談するのも手だで。そしたらワンチャン前借りとか、はい、うん、できるかもしれないよ。それも聞いてみる予定です。うん、一回聞いてみなよ。で、今俺ちょっとまだ決断できないかな、はい、ちょっと俺もね、はい、まあ、俺ってメリットないじゃん。それで俺でもデメリットが多いんだよ。あの、申し訳ないけどゆこちゃん嫌いな人多いからね。あ、はい、うん、助けてあげたいなと思う。うん、
今日ちょっと面接行ってみようよ。はい、行ってみます、うん、で、一回事情説明しな。はい、うん、で、前借りできるならしちゃいな。はい、うん、じゃあ、そういう感じでいいかな。わかりました。うん、頑張ってね。はい、はい、ということですね。誰投げたの？女の子に投げた。わからんね。まだね、人に甘える、人に金借りる段階じゃないよね。うん、借りるって甘えだから、まだ手段あるんだよ。風俗面接行くなら特にね。風俗って、まあ、キャバとかもそうだけど、基本的に前借りしてでも働いてほしいから、うん、何経営する上で一番大変なのってその人を集めることだからね、うん、人脈だからね、スタッフをどう集めるかだから、案外 前借りさせてくれるで、うん、で本当に面接行くのかも分かるしね、これで。うん、口だけかもしれない、本当に。面接行くのもね。うん。で、面接行ったら、まだ詳しく聞けば、嘘だったらボロが出るから。もうはっきり言って厳しいこと言うようだけどね、もう配信してたって、そんなリスナーにお金借りるって、配信通してお金借りたいだけじゃんと思っちゃう。リスナーと出会ってね。ふわっち、消費者金融より優しいよね。多分俺がね、お金借りようとしたら、リスナーにね、頭下げて、すごい金集まると思うね。本当にお願いしますとか言ってね、すいませんとか言って、うん。ちょっと10万円でもいいでとか言ったら、うん。すごい額集まりそう。返せる見込み。いや、見込みないよね。ちょっと甘いよね。今ふわっちで稼げてるからって見込みはないもんね。やめてほしい。うん、なるべく貸さないでいい方向にするよ。飯食ってんのか。うん、食ったね。あ、貸したらためにならない、これよくある意見だね。本人のためにならない。なんだかんだ貸してくれるから甘えちゃうんだろうね。ちょっと悲しいね、一回り年上だからね。ゆうこちゃんしっかりしてほしいね。もうしっかりできないのかな、しっかり。まあ俺もね、結構ルーズだからね、人のこと言えないけど、俺も結構1万円ぐらい投げてもらってるからね、ゆうこちゃんに、うん、もっと投げてもらってるかな。 1、2万投げてもらってると思うね。メガホンありがとう。もう完全にツナコースだね。2万だけあげたらてめえがあげろよ。ふざけたコメント書くんじゃねえゴミが。なんだと思ってんだよ。てめえがあげろよ。マーキングしとこ。マーキング。くたばれ詐欺師。お前くたばれよ、その1。パルには貸すじゃん。当たり前じゃん、そんなの。人見て貸す人決めないの？誰でも貸すの？みんなおかしなこと言うよね。本当だよね。25一緒にしちゃダメですよ、うん、従業員じゃないから。体調、まあ初日に比べたら徐々に良くなってますよ。うん、そこそこ。だってマンスリー1位になったことあるからね。よっさんが式に加担してるぞ。大丈夫か。今何時？よっさんが配信終わって何時間経った？どうした今さら。自転車操業で生きてきた人な。自転車操業って何？聞いたことある。ちょっとわかりやすく教えて。えって何？知らないの？その日暮らし、そうやって言えばいいじゃん。その日暮らし、まあそうだね。漕ぎ続けないと倒れちゃうから自転車。ああ、うまいこと言うね、それ。まあそうかな。
まあでも休んでもいいけどね。もう今月だったら割と山登り切ったから、山のふもとでね、ちょっと木の下で、でも寒いか今の季節。まあでも休んでいいよね。もう今月なんて楽勝よ。うん、ロケットスタート決まったから、もうあと下り坂だよ。スイ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 。新年から稼ぎすぎたね。いや結構毎月イベントは強いで、1年間じゃなくて今月ね、うん、だから自転車操業ではないんじゃない。別に1年ぐらい別に配信しなくても生活できるでしよう。ほんとイベント強い。でも去年はマンスリー取ったその次の月とかは案が弱かったりもして、うん、毎月じゃないからね。勝ててよかった。今は無双だって。ライバルが貴重くんしかいないんだよね。えそこに聖樹もいたりね、えあと小吉くんがいたりとかね。でアムチンがちゃんとやってるとかだったら全然は違うで、うん、でも聖樹がやってたらどうだろうね。うん、逆にもっと勝ってたかな。もっと貴重くんと気持ち割れそうだから、なんだかんだで、うん、逆にやってくれた方が良かったか。コヨくんも強い。でも総合ランキング見てみ、イベントのもうトリプルスコアぐらいついてる。トリプルスコア、コヨくんの180万ポイントぐらいでしょ。いや勝てないけど、負ける時もあるけど、うん、まあ今は自信あるな。返せなかった。これずれてるね、意味がわからんね。だから面接行けっつってんのに返せなかったら、バニーガールで坊主で5時間歌舞伎町歩き配信します。絶対返すので貸してください、お願いします。今夜借用書ポストに入れます。01リスナーさん許してください。面接行って